こんにちは、ニアでーす。ってことで、キャプテンアメリカがかなり強い強化をもらったので、紹介していこうと思います。小覚醒にね、10シーンもらいました。で、覚醒が、バインド、毒、スキブ4、封印、十字、7シーン、3つです。かなり強い覚醒持ってます。で、スキルもね、昔からずっと強いです。変わってないんだけど、6ターンのスキルで、1ターン激減、回復2倍の6解除ですね。で、リーダースキルがかなり強化されました。全属性全パラ 2.5 倍で、8コンボ以上で3倍。3色同時攻撃で、軽減3倍の2コンボ加算です。かなり強いですね。多次元で言うと、トップランクに入ってくるかなと思います。マリエルダイとかと同じくらい強いと思います。ってことでね、今回は、アメリカ使って、多次元行っていこうと思います。編成はこちらです。いつも通り内容の前に組んだ編成紹介すると、アメリカに月読み、ミナーバにオビリスク、ラフィーネにアマージュ、バリアキネにイデアル、ハトホルにダイナー、ダイにリージェです。月読みはスキレベ最大で OK です。で、他はスキレベ1で OK です。必要 HP は 183,457 で、必要スキブは17です。バッチは HP で OK ですね。で、武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体で、チーム HP が6個、チーム回復が4つ、お邪魔が5つです。で、月読みは、チーム HP、チーム回復、指、十字、お邪魔、消せない覚醒無効回復、指延長が役割です。で、覚醒無効回復で OK で、アマテラスとかサリーとか、ハンターライセンスがおすすめです。で、会話とアマージュですね。スキブ、チーム HP、チーム回復、指、お邪魔、スキブ、チーム HP が役割で、なんか捨て盛りがね、役割です。メニットとか埼玉とか徳川とかモリグとかサリーとかシルバーファングとかスサノオとかオーディンとかメビウスとかアマコとかね。まあ何でも捨て盛りできれば何でも OK です。続いてイデアルです。イデアルはチーム回復と 7C と指とジンと威嚇とダブル吸収が役割です。まあここ自由枠で威嚇あるとボスが楽になります。スキル管理が必要って感じね。スパイダーマンとかアレキサンダーとかリーチェとかソーリーリーチェがおすすめです。で続いてダイナですね。ダイナはスキブと指とお邪魔と威嚇が役割です。自由枠で威嚇とかヒーストで序盤楽になります。で、ダイナ枠と月読み枠でどちらか指延長が欲しいかなと思います。手塚とかヒサメとか水着容器とか闇カーリーがおすすめですね。で、ストーリーリーチです。ストーリーリーチはチーム HP と4色とロック解除陣とダブル吸収が役割です。で、これも自由枠でルシファーとかはアキネを使用して 11F ため直しでいけます。で、まあ、光マリエルとかリボクとかイデアルとかレイベンとかがおすすめです。で、続いて本体代のための役割なんだけど、まずミナーバね。ミナーバはスキブ2で毒で火力枠で攻撃と回復のエンハンスループです。まあ、回復に注意してエンハンスループキャラでも代用できるかなと思います。で、続いてキアキネ、バレアキネですね。これはスキブ4で木枠で火力枠で6解除陣とダブル吸収が役割です。光マリエルとかリーチェとかミリオとかアシストでダブル吸収補ったりとかして代用できるかなと思います。色目注意してください。で続いてハトホルですね。ハトホルはスキブ2で十字で火力枠で、消せない覚醒無効回復と HP 全回復が役割です。超低性オデドラとか、水アルバートとか、光マリーデとか、プレナとか、月読みとか、ニースとかで代用できるかなと思います。さあ続いて、立ち回り見ていきましょう。例によってね、倍速で見ていきましょう。まず1回ずつね、ラフィーネ変身して、ミナーバ打って、で耐久していきます。理想は3パン。最悪2パンでも OK って感じですね。はい。さあ、じゃあしっかり、ね、平積みして殴っていきましょう。3色でね、軽減は貼れるけど、まずね、ラフィーネのスキルチャージしなきゃいけないから、まずは6色で殴っていきます。はい。道中はね、3色でも OK です。さあ。そしたらまた平積み組んでいきましょう。はいはい。よし。さあ、こんな感じで組んで、これでね、もうしょうがないから突破しちゃいます。さあ、続いて、2階層ですね。2階層、覚醒無効と指は、月読みで返せます。で、回復力はね、ミナーバたまに次第打ちましょう。はい。さあ、で、今回は覚醒無効だから、月読み打って、平積みで殴っていきます。ここはね、ゆっくり突破したいです。ラフィーネ食べたいから、ゆっくり突破でお願いします。はい。じゃあ、しっかり組んで殴っていきましょう。はい。ミナーバ溜まったね。ミナーバは、ここは打つべきですけど、私は打ち忘れてますね。はい。打ち忘れてるんでしょうがないから、平積みしていきます。はい。よし。さあ、これで OK。で、これで右側もね、超根性まで削りましょう。はい。で、次こそミナーバを打ちます。はい。羽ばたきビンタ。羽ばたきビンタです。はい。さあじゃあミナーバ打ってまた平積みしていくんだけど、これも平積みしたらね、一匹飛んでっちゃいます、これ。で、このペンギンたちはね、仲間意識強いから、一匹死ぬとね、ぶち切れるんで、次で倒します。はい。さあ、怒ったんで倒しましょう。平積みで殴っていきます。倒すときはね、光の全体とか、まあ、闇の全体を意識するといいかなと思います。はい。これで突破していきましょう。はい。さあ続いては3階層ですね。3階層ここをダイナ打って耐久していきます。はい。ダイナはハトホルの裏だね。ハトホルの裏のダイナ打って、で待っていきましょう。はい。スキルチャージはすると良き。はい。よし。スキルチャージしながら待っていきましょう。はい。1コンボして。よし。で、ラフィーネ溜まったから、ラフィーネ打って。はい。で、ミナーバも打って殴っていきましょう。ただね、デバフ食らってるから、結構火力は渋めです。ラフィーネが溜まるまでは、結構火力は下がってると思ってください。はい。そこまで辛抱ですね。はい。じゃあ、美削りして。
で、また組んでいきましょう。はい。よし、回復取ってね。殴っていきまーす。はい。OK。これで殴っていきます。はい。ちなみにこいつらはね、2匹死なないと怒んないです。仲間意識低めですね。じゃあラフィーに撃って、サブエンハンスかかって、これからね、火力出ます。サブエンハンスがね、だいぶ大事ですね、やっぱ。はい。サブエンハンス大事です。さあ、殴っていきます。で、左超根性まで持っていきましょう。よし。さあ、一匹死んでも怒りません。仲間意識低いから。さあ、じゃあミナーバ撃って、平積みで殴っていきましょう。はい。よし。闇くんで、OK ですね。これで突破していきましょう。さあ、続いては、はい。4階層ですね。4階層ここ、イデアル撃っていきましょう。アキネ。ね。アキネの裏のイデアル撃っていきます。アキネは、イデアルか。イデアルはね、遅延と、ダメージ吸収持ってるから、すごいね、この階層にうってつけのスキルとなってます。はい。さあ、よし。そしたらね、ラフィーニ打ってもらって、はい。よし。ここから殴っていきましょう。これ、殴るときにラフィーニを打つのがポイントです。次のね、ターン調整ですからね。はい。ここは忘れないようにお願いします。はい。ここは、殴るときは、ラフィーニ打ってから殴り始めてください。さあ、じゃあミナーバ打って全力コンボで殴っていきましょう。光全体組みます。はい。基本的に殴るときはね、複数の雑魚敵を殴るときは光の全体を組むと安定して殴れます。うい。よし。これで、OK。殴って突破していきましょう。さあ、続いては5階層ですね。5階層は6色の10コンボでワンパンでいきまーす。はい。しっかりね、6色組んで殴っていきましょう。平積みして、はい。光取ってきて、闇も取りましょうね。はい。闇も取って、よし。さあ。で、しっかり組んで、OK。これで突破していきます。はい。さあ、続いては、6階層ですね。6階層、ラーの場合は、月読みかハトホル打って、6色の10コンボでワンパンです。ホルスはラフィーニ打って、火の四つ消し含む、6色の10コンボでワンパンできます。はい。じゃあ、平積み組んで殴っていきましょう。はい。よし、回復取って、よし。OK。これでね、しっかり組んで突破していきましょう。さあ、続いては、7階層ですね。7階層、ロゼルが一番だるいというか、楽というか。で、ここはね、ロゼルはワンパンします。火の四つ消しと、水かね、闇の2セットの6色で10コンボでワンパンできます。で、ファミル、リュエルの場合は、2パンで OK です。はい。ってことで、今回はロゼルなので、ワンパンしていきましょう。はい。しっかり組んで、これでワンパンです。はい。さあ、続いて8階層ですね。8階層ね、次、9階層に行くときに、月読みかハトホル溜まってる状態、プラス、ラフィーネ、ミナーバ溜まってる状態で突破してください。はい。で、ミカエルはね、私ね、これね、耐久してるんだけど、で、50パー以上から倒してるんだけど、ここね、6色2回で2パンでよかったですけど、今回ね、私は、やってる時は、はい、耐久してます。で、50パー以上から倒そうとしてます。なんでもどっちでもいいんだけどね。なんかいいところは何かっていうと、このね、リーダーが3色で軽減貼ってくれるから、耐久が楽だから、こういうことしてるって感じね。はい。どっちでもいいです。まあ、安定はでも50パー以上まで、ジャブってから突破がいいかもしれないですね。はい。よし、さあ。じゃ、しっかり組んでもらって。これで、はい。6色組むとね、削っちゃうから、6色組まないように殴っていきましょう。はい。さあさあさあ。さあ、じゃあ僕は平積みして、気吸収があるからね。で、まあ、気吸収ね、もしね、だるかったら、もうアキネ打っちゃっても OK です。はい。気吸収めんどくさかったら、アキネで OK ですね。もう気吸収来ちゃったから、もうアキネ打ちます。はい。アキネ打って、倒していきましょう。はい。火のウェイとか組んで、火力も上げつつ殴っていきます。はい、OK。よし。これで突破していきましょう。はい。さあ、続いて9階層ですね。9階層、ここね、バール出た場合は、月読みかホルス、ハトホル、打って、6色の10コンボでワンパンです。で、ラファエルの場合は、リーチェ、打って、50% まで削ってもらって、月読みかハトホルで覚醒無効を回復して突破するって感じになってます。ルシファーの場合は、リーチェ打って、2パンですね。はい。よし。さあ、OK。このパーティーね、すごいスキル枚数が多くてね、使いやすいですね。さあ、これでワンパンして突破です。さあ、続いて10階層ですね。10階層ね、まず、まあじゃあ、アストラトから行こうか。アストラトはね、ルーレット生成あるから、ラフィーネのルーレットと被らないようにしてください。無言パンチ来ちゃうからね、死にます。で、ルシファーの場合は、じゃあルシファーじゃない、間違えた。はい、パンドラの場合は、暗闇目覚めしてくるから、十字組んで2パンです。で、アストラトとパンドラはね、パズル教室が待ってください。サラスバティは覚醒無効はね、ハドホル打って返してください。まあ、月読みでも OK ですけど。どっちか打って、返して、で、2パンしていきます。はい。OK。削って、で、縦張るから、普通に殴って突破していきます。ミナーバはループね。ミナーバループで殴っていきましょう。はい。よし。火のウィーとか組むと火力は出ます。OK。これで綺麗に組んで、2パンしていきます。さあ、続いて、
続いて11階層ですね。11階層ここね、アキネ撃って、次ラフィーネが使える状態で突破してください。ベイル出たらね、指現象来るから、ラフィーネ使える状態で突破してください。で、平積みで殴っていきまーす。はい。よし。これで、アキネを待ちます。はい。アキネと、あとね、あれだね。ミナーバ待ちます。デバフ来るから、このデバフ返すためにミナーバを待っていきます。はい。さあさあさあ。待ちましょう。オッケー。これで、アキネも溜まって、ミナーバも溜まりました。じゃあ撃っていきましょうね。アキネ撃って、ミナーバ撃って突破していきましょう。はい。はい。平積みで突破していきましょう。はい。オッケー。綺麗に組んで、これで倒します。さあ。続いて12階層ですね。12階層ね、さっき言った通り、ビラルはラフィーネ撃って、で、ワンパンです。で、アモンは、覚醒向こうはね、ハトフルか、あれですね。月読み打って返してもらって、月読みでいいね。月読みで返してもらって、で、ラフィーネ打って、で、2パンです。はい。ここは2パンしましょう。はい。削って、で、あとちょっとだから、これもね、削り切って、これで倒しましょう。さあ、平積みして殴っていきまーす。き。よし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 。はい。OK。これで突破していきます。さあ、続いて奇跡階層ですね。奇跡階層ここね、ゆっくり突破しましょう。まずは、半分行動はね、ダイかアメリカ撃って耐久していきます。で、殴っていきましょう。これで盾張ってるから絶対に半分行くように、全体消しね、多めに組むといいかなと思います。はい。しっかり全力コンボ組んでいきましょう。はい。火のウィーも欠かさずにね。はい。よし、火にして。はい。火にして、OK。これでね、全力コンボで殴っていきます。闇と光は全体消ししてます。はい。これで半分行きましたね。で、半分コードは受けてもらって、そしたらね、ここ、なるべくターンかけて突破しましょう。まあ、と言ってもね、だいたいまあ、2から3パンになるんだけど、はい。削っていきましょう。これスキルダメね。スキルダメしてます。はい。なるべくね、スキルダメしたいって感じ。さあ、片方飛んでちゃったからもう倒します。はい。しっかりとパズル組んでもらって、OK。よし、これで倒していきましょう。はい、突破です。続いて、アルシオン、アルバニス階層ですね。アルシオンの場合は、普通に2パンでいきます。半分まで削ってもらって、で、アキネ打って、普通に倒していきましょう。で、アルバニスの場合も、普通に2パンするだけですね。はい、じゃあ殴っていきましょう。ちなみにね、ここ、もし沼ってしまった場合、2パンできなかった場合、3発目は、ダイカ、アメリカ打てば耐えれます。はい。ってことで、まずは超根性まで削ります。で、アルシオンは属性吸収してくるから、さっき言った通り、アキネ打って、で、普通に倒していきましょう。はい、アキネ打ちまーす。はい、ラフィーネも打って、アキネも打って、アメリカも打ってるね。で、ラフィーネも打って殴っていきましょう。はい。よーし、さ、殴っていきまーす。はい。よし。いい感じに組んで。よし。これで、殴って突破していきましょう。はい。さあ、続いては、15階層ですね。エキドナ階層です。非エキドナは、ハトホル、打って2パンです。で、光エキドナ。は、属性吸収継続してるか、今みたいに継続してるか、新たに、アキネ撃ってもらって倒していきましょう。で、水エキドナはただ2パンするだけです。はい。ってことで、まずちょっと削って、よし。さあ、じゃあ倒していきましょう。ミナバ撃って、殴っていきましょう。はい。しっかりね、2パンしていきます。はい。オッケー。これで突破していきましょう。さあ、進化前ボスですね。進化前ボスはね、暗闇目覚め来るので、暗闇目覚め返しながら、2パンか3パンで殴っていきましょう。最初の削りに応じて変えてください。はい、じゃあ十字組んでもらって、しっかりコンボも組んで、よし。これで OK だね。これで殴っていきます。で、これでだいたい 50% ぐらい削ったら2パンいけますね。これぐらい削ってれば2パンいけます。ってことで、今回は2パンで殴っていきましょう。もしね、削りが浅かったら3パンのルートで行ってください。別に3パンでも2パンでもあんま変わんないですね。さあ、じゃあしっかり組んでもらって、よし。これで倒していきます。これで2パンしていきます。はい。よし。さあ、続いて、ボスですね。ボスは誰でもいいです。はい。闇ですね、今回は。で、闇から説明していくと、闇はね、ロック目覚めしてくるから、まず LG します。で、シードラターゲットして、シードラ倒しましょう。威嚇がね、溜まってたら威嚇撃っても OK です。で、半分時、闇エルシャの半分時、超根性時の行動は、大ダメージは、ダイかアメリカで受けてください。で、ジン、毒花火に関しては、アキネで撃って返してください。で、ハトフルね、HP 満タン持ってるので、回復炎発はなくても OK です。半分値ね。で、キールシャ。キールシャの場合は、2パン目まで、2パン目までは、スーパー敵の行動ね、敵の行動2発目までは素で受けれます。で、3発目、4発目に関しては、ダイとアメリカ撃って耐えてください。で、光ユリシャは、ただ十字組むだけですね。簡単です。はい。
ってことで平積みして殴っていきましょう。シードロンはあと2番ぐらいかな、多分。はい。よし。正直ね、シードランが倒せたら、もうこっちのもんなんで。はい。よし。あと一般で倒せるね。さ、じゃあ、ミナーは撃って平積みしていきましょう。はい。回復も取って、キタカリも取って、はい。火も取って、オッケー。さ、綺麗に組んで、これでね、シードラ突破ですね。で、闇エルシャは削っていきます。地道に。で、半分時はね、ダイとアメリカ忘れないようにお願いします。平積みしていきます。はい。6色はしっかり組みましょう。はい、闇取って。はい、オッケー。これで殴っていきます。回復はね、1セットで十分です。さ、じゃあ地道に削っていきましょう。ラフィーに打って、アキレのデバフも返して、殴っていきます。みずみず。はい。光取ってきて、殴っていきましょう。はい。回復。オッケー。さあ、これで殴っていきます。さあ、これでね、次半分行くので、アメリカが台打ってもらって、で、耐久していきましょう。で、ミナーバも打って殴ります。で、次ね、覚醒向こうと、あと、毒花火は、アキネ打てるように、アキネとハトフル打てるようにしておいてください。はい。よし。まあ、裏溜まってないからね、注意が必要って感じですね。はい。さあ、じゃあ半分行きましたね。そしたら、大ダメージと、覚醒向こうと、毒花火行きます。はい。覚醒向こう返してもらって、アキネでジンしてもらって、あ、イデアルだね。裏溜まってるからイデアルだけど、まあ、同じですね。はい。で、殴っていきましょう。よし。さあ、大きい。これで殴っていきます。こっからだいたいね、3から4番って感じだね。今回は3番できそうですね。はい。さあ、しっかり組んでいきましょう。はい。よし。さあさあさあ、しっかり組んで、大きい。これで殴ります。はい。さあ、あと1番まで来ましたね。そしたらもうミナーバ打って、ラフィーに打って殴っていきましょう。はい。しっかりコンボ組んでいきましょうね。火のウェイとか組んで、しっかり火力出るように組んでいきましょう。はい。よし。水も取りましょう。水、水。オッケー。さあ、これで完璧に組んで、これで、さよならですね。はい。よし。ってことでね、参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。立ち回りとね、タイムはこんな感じになってます。はい。よかったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。